30代前半ぐらいまでは、ごくごく普通の友達付き合いしてた A 子って人がいて、結婚式には互いにスピーチもし合うぐらいに仲良かったんだ。もちろん家庭があるからべったりって付き合いじゃなくて、年に2-3回子供も一緒だったり、お互いに誰かに預けてだったり、いろいろだった。でも何かあったら電話で話してた。それが30代中頃に A 子が突然私も含めた友人を次々と切っていった。A 子曰く、学生の頃はみんな対等でよかったけど、結婚して家庭を持って子供ができて、いつも誰かと幸せを競うようになって鬱陶しい、面倒くさい、煩わしいって。他の友達も青天の霹靂で、急にこんな風に言い出した理由に心当たりある？って話し合っても誰も心当たりなくて、もしかして何かの宗教関係？と思ったけど、そうでもない様子。個人的にも、何があったの？って聞いたことあるけど、そうやっていちいち聞いてくるのも鬱陶しい。とか言われた。とにかく友達とかいらない。ほっといてほしいと。それまで一緒に遊んでた A 子の息子ちゃんも、みんなと一緒に遊びたいのに遊びに行かせてくれない様子。うちの子に、どうして一緒に遊べなくなったの？って聞かれても、どう説明していいのやらって感じで困った。だけど、そうやって一方的にシャッターを下ろされるとどうにもならなくて、そうして A 子との付き合いは終わった。で、10年近くが過ぎてるんだけど、少し前に大学病院の待合で A 子とばったり会った。私の方から先に気がついたけど、CO をされた側なので、声をかけず少し離れた席に座った。数分後、A 子が気がついて笑顔で話しかけてきた。元気してた？って言われたけど、うん。とだけ言ってその後も黙った。ひょっとして怒ってる？一方的に絶交したから。ってニコニコしながら言われて、なんか、その言い方に無性に腹が立った。それまでは、たまに A 子のこと思い出して、何があったのかわからないけど、いつかまた、一緒にお茶でもできればいいなからなんて思ってたけど、一気にそんな気は失せた。こっちが黙ってたら、まあしょうがないよね、あの頃、私、どうかしてたし W。ってクスクス笑ってるの。携帯番号変わってる？よかったら電話してもいい？って言われたので、番号変わってるし教える気もないから。って言って、バッグから本を出して読み始めた。もちろん、頭になんか全然入ってこないけど、話をする気はないという意思表示。こわー。って言いながら離れた席に移動していった。A 子は、あの頃どうかしてたって言ってたけど、私からすれば、あの頃も今もどうかしてる。笑顔が気持ち悪い。気味悪い。なんか怖いな。宗教か何かにハマっておかしくなったのかね。